ップ書いたのに消えちゃった。おはようございます。初おはようの方いますか？初おはようの方いますか？2回目のおはよう。ひものんさんありがとう。ゲストを初めましてですのにね、ありがとうございます。初めましてですのにありがとう。おはようございます。今日のちょっと日程を書いています。これは今日8回あるのか、配信。21時の枠って何時までだ？この最後の3つで1時間だから25分と20分で45分だから21時半までか。21時のやつ、21時半15分。おはよう、おはよう。今日の予定、これが9時5分までで、次が9時55分から10時10分までの15分です。ポンチーさん、はじめまして。はじめまして、ありがとう。かわいい名前だね、ポンチー。星投げカウントお願いします。おはよう、おはよう。星投げ一周、おはようございます。おはよう、おはよう、おはよう。さっきね、配信終わってちょっと寝よっかなーって思ったんですよ。この時間が来るまでね、ちょっと寝よっか
なって思ったんだけど、寝たらもう超ずっと寝ちゃいそうだなって思ってやめた。気づいたらもう11時とかになってそうだなっていう未来が見えたんでやめました。頑張ってください。ありがとうございます。そう、寝たらもうね終わってた本当に。え、11時やんってなる運命だったと思う、見てたら。何、11時やないかいってなってたと思う。なぜか11時、いやでも絶対11時なの、11時の想像がつく。11時13分おはよう、おはよう。こうちゃんありがとう、はじめまして。星投げとカウントお願いします。あ、そうだ、これもうちょっと下に下ろさないとね、この段ボールもうちょっとここには貼らない方がいいか、いいかもしれない。一応ね下げときましょう。おはよう、おはよう。すごい唐突に聞くんですけど、皆さんはぬいぐるみを置いていますか？最近バケットで、バケットってあれ、あのフランスパンですか？え、美味しいよね。私もでもあんまり食べる機会は少ないけど、私も好きです。星投げありがとう。仕事頑張ってください。頑張れ。皆さんは自分の布団とかベッドとかその辺にぬいぐるみ置いてますか？数十年前に置くのやめました。やめたんかい。今はいない。ぬいぐるみ持ってる？ちいかわ多め。いいなぁ。いや、私なんかぬいぐるみをね置きたいなって思ってるんですよね。可愛いから、なんかそしたら。なんか可愛くない？ぬいぐるみさ置いてるの。私が置いてたら引くでしょ。いや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 、そんなことないですよ。そんなことはないけど、あのなんかまあ種類にもよるかな。マミさんはじめまして、おはようございます。はじめまして、つなげとカウントお願いします。完了ありがとう。そう、なんかやっぱちょっとこうアイドルってなんかそういう感じだなって思って、こうぬいぐるみ置いてみて。私本当にめちゃめちゃぬいぐるみとかのそういう問題じゃない、めっちゃ質素、本当に何も置いてるのは置いてるんですけど、私が置いてるのはぬいぐるみとかじゃなくて、電気のリモコンとイヤホンとかそういう感じなんですよ。まあそれはみんな、まあそうか。でもなんかちょっとぬいぐるみあることでちょっと
なんだろう、今までさそういうぬいぐるみとか置いたことに一回もなかったんですけど、私は。でもちょっとぬいぐるみを置くことで生活が彩られるかなって思ってなんかそんなことをね、あのアイドルはぬいぐるみに囲まれてるイメージ あるよね。いやそうなんです、私もそうなの。で私は今までそんなことを一回もしてこなかったから、ふとねそう思ったんですよ。あ、ここにぬいぐるみを置いたらちょっとなんだろう、なんか布団でね寝るのとかもさちょっといい感じってなるかもしれないし、そう、あ、なんか愛着湧くかなみたいな、ペットみたいな感じでって思ったんですよね。そう、でも私ねミニオンのボブがめっちゃ好きなんですよ。だからミニオンのボブちゃんとかいいなーみたいなねいいなーみたいな感じで思ってました。あとはなんだろうな、まあぬいぐるみってね、そのキャラクターのものじゃなくても普通に、なんだろう、スーパーじゃない、なんかこうね普通に売ってるのとかあるじゃないですか。そういうのとかでもいいなって思うけど、謎に何の話って感じだけど、ミニオン見分けつかない。いやちょっと動画見てほしいよ本当に。ミニオンのボブめっちゃ可愛いから、あのクマのねぬいぐるみを持ってるんですよ。超可愛いの。私映画見てファンになったから本当に見てみてほしい。俺ミニオンに似てる待って似てるかも、ちょっと今似てるかもってなった。いいじゃんいいじゃん、ミニオンかわいいじゃんあ、ランキング読もうと。13位大吉さんありがとうございます。12位のんさんありがとうございます。11位らくさんありがとうございます。10位やどくんありがとうございます。9位ブルーウィングさんありがとうございます。8位ぶんごさんありがとうございます。7位あばめいさんありがとうございます。6位ラブリー48さんありがとうございます。5位ものものさんありがとうございます。4位ひろっちさんありがとうございます。3位お金持ち先生ありがとうございます。2位田辺さんありがとうございます。1位はクロさんでした。おーありがとうクロさん、ありがとうございます。じゃあ次は9時55分から10時10分までのやつでーすやつでーす。ミニオン、あ、ミニオンだ。また次でね、また次で、バイバーイ。